緒に原発はいらない再稼働反対の声を上げてまいりましょう。決して原発は安全なものではありません。規制委員会というお役所が再稼働してもよろしいですという許しを出したわけですが、本当に大丈夫かということについては、私たち佐野までテレビを見ている人間も疑問を感じる時があるんではないでしょうか。それでは軽やかにね、ラップ調にいろんな考慮があると思いますが、参りましょう。原発反対、原発反対、原発いらない、原発再稼働絶対反対、原発再稼働絶対反対、原発輸出はおかしいよ、原発輸出はおかしいよ、規制委員会はおかしいよ、規制委員会はおかしいよ、安全じゃないのに再稼働するなんておかしいよ、安全じゃないのに再稼働するなんておかしいよ、このまま原発このまま入ろ、次へとつなぐことができました。大変ありがとうございました。